日本漫画史大事件、探求コーナー。今回は以前に取り上げた、講談社の少年マガジンと、手塚治虫さんとの間で勃発した大事件、ワンダースリー事件を、改めて取り上げたいと思うわ。以前に取り上げた時は、随分モヤモヤした感じで終わったよな。あれから何か、新事実でも出てきたのか？実は、かつて朝日ソノラマや、少年キングなどの編集者を務めた、橋本一郎さんが YouTube チャンネルをやっていて、ワンダースリー事件について話していたわ。橋本さんは、鉄腕アトムやオバキューオンドなど、アニメソングをヒットさせるなど、テレビアニメ創世期の大功労者で、手塚治虫さんとも、個人的な交流があったそうよ。今回は橋本一郎さんの YouTube 動画の内容をもとに、ワンダースリー事件を検証したいと思うわ。果たして、事件の真相は明らかになったのだろうか。まずは、ワンダースリー事件の概略について、簡単に振り返っていきたいと思うけど、この事件の始まりは、1960年代に講談社の少年マガジンが、ライバルの小学館の少年サンデーに連載をしていた、手塚治虫さんに対して、連載を依頼したことから始まったわ。この頃の漫画雑誌の人気作家の奪い合いは、熾烈を極めていたんだな。手塚さんは、ちょうど少年サンデーの漫画連載も終えたこともあって、マガジンからの連載依頼を、快諾するのだけど、同時に、その新連載の作品のアニメ化も進めることになったわ。このあたりの経緯については、ワンダースリー事件の動画を見てくれよな。ところが、以前から手塚さんのアニメ企画のアイディアが、外部に漏れているとの疑いがあって、手塚治虫さんは内部にスパイがいるのではないかと、疑心暗鬼になっていたわ。これで何度か脚本を書き直したらしいからな。そんなある日のこと、ワンダースリーの主要キャラに考えていた、宇宙リスのアイディアが、TBS が企画をしていた、テレビアニメ宇宙少年ソランに、宇宙リスチャッピーが、主要キャラとして登場したことにより、アイディアが盗まれたと、ついに激怒した手塚さんは、当時、手塚さんの会社に勤めていて、TBS にも出入りもしていた SF 作家の、豊田有恒さんをスパイであると疑い、大喧嘩となってしまい、豊田さんは無視プロを退社してしまうわ。この人は無実だったらしいよな。そして、手塚さんはマガジン編集部に対しても抗議を行い、各界隈で混乱を招くのだけど、なんやかんやあって、当初の予定通り少年マガジンにて、手塚さんのワンダースリーが連載されることになったわ。ここで終わっていれば、事件になることはなかったんだが。ところが、TBS でアニメ放送していた、宇宙少年ソランのタイアップ企画として、少年マガジンにて、漫画版、宇宙少年ソランの連載予告が発表されると、手塚さんの主張では、ワンダースリーをマガジンに連載する条件として、宇宙少年ソランをマガジンに連載させないことが事前の約束であったとのことで、約束を破られた結果、マガジン版ワンダースリーは、わずか6話で打ち切りとなってしまったわ。そして、失意の手塚さんは、ライバル誌の少年サンデー遺跡、一部設定など再構築した、サンデー版ワンダースリーの連載が始まったわ。これが、二つのワンダースリーが生まれてしまった経緯なんだよな。このトラブルもあって、部数が低迷した少年マガジンでは、責任を取って編集長が辞任する事態となり、手塚治虫さんと講談社の少年マガジンの間では、10年近くもの確執が生まれてしまったわ。ワンダースリー事件によって、対立関係となってしまった両者は、1974年に、少年マガジンの、手塚治虫30年史の特集掲載の和解まで、実に9年近い歳月を費やすことになるわね。一応、当事者同士は和解したわけだな。この世紀の漫画業界のトラブルについては、様々な書籍などで語られているのだけど、情報漏洩をした犯人については、当事者を配慮してか、曖昧な記載が多くて、事件の全容がよくわからないのが実態のようね。この事件の真相を語ることはタブーにでもなっているのかね。その答えの糸口として、今回の橋本一郎さんの証言が出てきたのだけど、まず、ワンダースリー事件の全体像を推理するにあたって、その前提条件を考えたいと思うわ。なんだか回りくどいぜ。手塚治虫さんと少年マガジンには、両者の主張に決定的な食い違いがあるのだけど、それは、ワンダースリーをマガジンに連載するにあたって、少年マガジンに、宇宙少年ソランを掲載しないことが、事前の約束だったと主張する手塚さんに対して、マガジン編集部側からの主張だと、そんな事前の約束などは存在せず、手塚治虫さんから突然、ワンダースリーとソランの二択を迫られ、話し合いの余地もなく、手塚さんが一方的に連載を打ち切ったとの話だったわ。これは、どちらかが嘘を言っているよな。ちなみに、手塚さんの著作の僕の漫画記によると、手塚さんはマガジンの講談社から、ワンダースリーの打ち切りを言い渡されたそうで、悔しくて一晩中泣いたと書いているわね。この話が本当ならひどい話だぜ。そこなのだけど、前提条件として、まず手塚さんの証言が信用できるのかって話ね。漫画の神様が嘘を言っているというのか。
手塚さんの証言の信憑性を考える上で、面白い話があるのだけど、1965年にアニメ放映された、ワンダースリーの制作背景について、手塚治虫さんが語っていた話では、当時、手塚さんの会社である虫プロダクションでは、300人近いスタッフが在籍していたのだけど、鉄腕アトムと、ジャングル大帝の2つのアニメ制作チームが存在していたそうで、その中で、落ちこぼれて自信をなくしていたスタッフを集めてチームを作り、彼らに自信を持ってもらうため作った、との話をしていたらしいわ。さすがは漫画の神様、スタッフに対する愛情を感じるぜ。しかし、この話には別の証言もあって、当時の虫プロのスタッフの話によると、アニメ版鉄腕アトムを制作するにあたって、手塚治虫さんの現場の介入が頻繁にあったとのことで、鉄腕アトムのエピソードについて、自分が気に食わなかったら、アニメ放送直前にもかかわらず、書き直しになったりと、現場はかなり混乱したらしいわ。これはパワハラじゃあないか、現場スタッフからしたらたまらないぜ。その結果、虫プロ社内では、手塚治虫さんに対する反発の声が広がって、後に、アニメ版ジャングル大帝の制作チームが作られた際は、現場介入しようとする手塚さんに対して、事実上、総監督の立場であった山本栄一さんが全て阻止したとのことで、手塚さんは、大好きなアニメ制作に関わることができなくなってしまったわ。社員の反発によって現場から外されてしまうとはな。こうして、つまはじきにされてしまった手塚治虫さんだったのだけど、当時、東映から虫プロへ転職をしてきた、アニメ制作のチーフスタッフがいたそうで、手塚さんはその転職組のスタッフを中心に、ワンダースリーのアニメ制作を進めたらしいわ。手塚さんが言っていた経緯と全然違うじゃん。落ちこぼれのスタッフとは、手塚さん自身のことだったのか。こんな感じで手塚さんと、関係者の話で食い違うことはよくあって、そもそも手塚さんは、見えっ張りな性格の部分もあったし、天才作家だったので、こういった話を脚色することは得意だったのかもしれないわね。人間は誰しも、自分をよく見せたいもんな。そんなわけで、手塚さんの証言だけでワンダースリー事件を考えることは、その実像とは、大きくかけ離れてしまう可能性が高いってことね。今回は、手塚さん以外の証言を見ていくことで、この事件は、また違った姿が見えてくるわ。それでは、手塚治虫さん以外から見た、ワンダースリー事件の証言を見ていきたいと思うけど、元、朝日ソノラマの出版プロデューサーの、橋本一郎さんが自身の YouTube チャンネルにて、この、ワンダースリー事件について語っていたわ。最初に紹介していた話だな。やっと真相がわかるのか。橋本さんの証言によると、ワンダースリー事件があった1960年代に、手塚さんのマネージャーを務め、虫プロダクションの専務をしていた、今井義明さんから直接話を聞いたとのことで、結論から言うと、漫画版宇宙少年ソランを執筆していた、漫画家の宮越義勝さんは、もともと手塚さんの、アシスタントを務めていたことがあったわ。しかし、宮越さんと手塚さんとの間で、個人的なトラブルがあったそうで、その後のワンダースリー事件の、原因になったのではと推測していたわね。はぁ、あ。それだけの説明だと意味がわからないのだが、このトラブルについては、当時の時代背景も知らないと、理解が難しいので順を追って説明していくけど、まず、アニメと漫画の、宇宙少年ソランの作画担当を務めた宮越義勝さんについて説明するわね。宮越義勝さんは、1943年に秋田県の農家の家庭に生まれたそうで、漫画家を志して、15歳で上京。手塚さんに自身の漫画原稿を送るなど、アプローチするも返事はなく、宮越さんは直接、手塚さんの仕事場を訪ねたことがきっかけとなり、手塚さんのアシスタント業務を手伝うことになったの。15歳でその行動力はすごいぜ。そして、同じ時期に手塚さんのアシスタント業務をやっていた、後の、遊星少年パピーのヒット作を出すことになる、井上秀夫さんと共に、手塚さんの第一声の、弟子となったわ。弟子とアシスタントって何か違いがあるのか？この頃の日本では、徒弟制という慣習があったそうで、独立前提で、弟子は修行も兼ねつつも、師匠の作家の下で住み込みで働き、師匠は自分の弟子に対して、仕事の斡旋など、独立をサポートすることが習わしだったみたい。宮越さんはまだ15歳と若かったから、弟子入りみたいな形にしたのかもしれないわね。デッチ暴行みたいな感じだったのかね。当時としても15歳はまだまだ成長期の子供だよな。宮越さんたちは、3年後に独立する、との条件で手塚さんの元で働くことになったのだけど、1959年は、週刊漫画雑誌である、少年サンデーと少年マガジンが創刊され、ただでさえ多忙であった手塚さんは、週刊誌の連載を始めると、より激務になったわ。あじゃぱー。結果的に弟子に対して、漫画の制作技術を教える余裕もなく、宮越さんたちは仕事の中で、技術は目で盗んで覚えたみたい。これでは普通のアシスタントと扱いは変わらないぜ。手塚さんが新しい試みで始めた弟子制度は、事実上機能しない形となってしまい、そんなこんなで期限の3年が近づくこととなって、これが大きなトラブルへと発展していくわ。1961年、手塚治虫さんの元で住み込みで働いていた、宮越義勝さんと、井上秀夫さんは、
約束した3年の期限が迫っていたため、独立のため出ていくよう言われたみたいね。しかし、独立後の仕事のあてもなかった二人は、もう少し置いてほしいと懇願するわ。いきなり追い出さなくとも、アシスタントとして残してもよかったんじゃあないのかね。この二人はやんちゃな性格だったらしく、多忙な手塚治虫さんにとっては、弟子のサポートをする暇もなかったので、すでに両者の関係は、トラブル状態になっていたのかもしれないわね。結局、手塚さんのマネージャーポジションだった、今井義明さんの説得によって、宮越さんと井上さんはしぶしぶと、手塚さんの元を去ることになったわ。この時の宮越義勝さんの年齢は18歳、井上秀興さんは22歳だったわね。どんな約束があったのか知らないが、いきなり家と仕事がなくなるのはきついよな。そして、事件はその数日後に起きたようで、手塚さんはしばしば京橋のホテルに泊まって、漫画の原稿を書いていたのだけど、この日も手塚さんは今井義明さんと共に、ホテルに滞在していたらしいわ。ところが、どこからか手塚さんがホテルに滞在していることを聞きつけた、宮越さんと井上さんの二人が、すごい剣幕で押しかけてきたそうで、話が違う、このままでは食べていけない、などと、大声で訴えてきたらしく、手塚さんに対して、罵詈雑言を浴びせたらしいわ。酒でも飲んでいたのか、この二人の素行も問題はあったのかもな。興奮状態で大声を叫ぶ二人に対して、今井義明さんが対応していたそうなのだけど、騒ぎを聞きつけたホテルの従業員が警察に通報し、駆けつけた警察官によって、なんとか事態を収めることができたらしいわ。完全に関係がこじれてしまっているな。この一件は、神経質な手塚さんの心を深く傷つけてしまったそうで、今井義明さんの証言によると、後に、宮越さんによる漫画版、宇宙少年ソランの連載が、ワンダースリーを連載している手塚さんと、同じ少年マガジンでの連載開始の情報が入った際は、宮越義勝と一緒に、同じ本に乗るのは耐えられない。と、手塚さんは大変憤ったとのことで、自身が少年マガジンにて連載をしていた、ワンダースリーを打ち切る決断をしたそうよ。ワンダースリー事件が起きる以前に、手塚治虫さんと、宮越義勝さんとの間で、トラブルがあったのだけど、これを踏まえて、改めてワンダースリー事件を振り返ってみると、その見方が、大きく変わってくるわ。両者にはすでにただならぬ因縁があったわけだ。1961年に、住み込みで働いていた手塚さんの元から、強制的に追い出される形で独立した、宮越義勝さんだったけど、その後は、宮越さんと共に一緒に追い出された、井上秀興さんが、鉄人28号のヒット作で知られる、横山光輝さんと交流があったため、宮越さんはそのつてを頼って、横山光輝さんの元で仕事をしていたらしいわ。横山光輝先生も、漫画界の巨匠だよな。そんなある日のこと、宮越さんの元へ、小学館の少年サンデーの編集長から連絡が入り、TBS のスタッフを紹介されたそうで、その際に、宇宙少年ソランの、アニメ企画の原画制作の依頼を受けたそうよ。ちょっと待て、宇宙少年ソランは、講談社の少年マガジンに連載されたんだよな。TBS と講談社の企画ではなかったのか、なんでライバルの少年サンデーが関わっているんだ？このあたりの経緯は、宮越さん自身もよくわかってないみたいで、当時の宮越さんの認識では、サンデーの編集長経由で企画に関わったため、漫画版宇宙少年ソランは、少年サンデーに連載されると思っていたみたい。なんだか業界の人間関係が複雑だな。そんなこんなで、宮越さんはアニメ版宇宙少年ソランの、キャラクターなどの原画担当に採用されるのだけど、アニメ業界の人間関係は狭かったので、当然、手塚さんの耳にもこの情報は入っていたでしょうね。しかもその当時、日本で流行っていた宇宙冒険活劇のジャンルで、ちょうど手塚さんが進めていたアニメ企画、ワンダースリーのコンセプトと被ってしまい、手塚さんは宇宙少年ソランを、過剰に意識してしまった可能性が考えられるわ。今だったら異世界転生系のジャンルのアニメがたくさん作られているし、ジャンルが被るのはよくある話ではあるが。そして、自分のアニメ企画のアイディアが盗まれていると、疑心暗鬼になってしまった手塚さんは、当時、虫プロに在籍していた放送作家の豊田有恒さんを、犯人と疑い喧嘩別れをしたり、情報漏洩について、無実のマガジン編集部に抗議をしたりと、様々なトラブルを引き起こすわ。もうドロドロですやん。この盗作問題に関しては、マガジン側の粘り強い交渉もあって、なんとかまとまり、1965年に少年マガジンにて、漫画版ワンダースリーを連載することになったけど、その後、宮越さんの漫画版宇宙少年ソランが、少年マガジンへの連載が決定すると、手塚さんは帯同降下。当時は虫プロで、手塚さんの側近だった、今井義明さんの証言によると、手塚さんと宮越さんは、師弟の関係から、その独立をめぐってトラブルへと発展し、手塚さんに対して激しく罵倒した過去がある、宮越さんと同じ雑誌に載ることは、手塚さん自身が、耐えれないとのことだったわ。もはや問題は盗作ではなく、個人的な恨みに変わってしまったな。一方で、怒りが収まらなかった手塚さんではあったけど、弟子を半ば強制的に追い出してしまった、という負い目もあったでしょうね。手塚さんにも非があったとは言えるかもな。
そこで、かねてより抗議をしていた盗作問題を前面に押し出し、少年マガジンと事前に約束したとされる、宇宙少年ソランを掲載しないとの条件が破られたとして、ワンダースリーの連載を6話で打ち切り、ライバル誌であった少年サンデーに移籍してしまったのかもしれないわね。この約束については、手塚さんと少年マガジンの主張が大きく異なっていたが、手塚さんと宮越さんのトラブルが以前からあったことを踏まえると、手塚さんが一方的に連載を打ち切った、と考えるのが自然な流れのように思えてくるぜ。盗作の真偽については、当事者しかわからないのだけど、なぜここまで手塚さんは強弁な態度を取ったのか。そして、情報漏洩を行った犯人とされる、おしゃべりの作家の存在や、動機についても曖昧にされていて、全体像がよくわからないというのが、この事件の大きな謎だったわ。もしかしたら、ワンダースリー事件の根源的な原因は、盗作ではなく、手塚治虫さんと宮越義勝さんとの間で起きた、過去のトラブルが起点となっていて、手塚さんの心を狂わせてしまったのかもしれないわね。さて、橋本一郎さんの証言をもとに、宇宙少年ソランの宮越義勝さんにも焦点を当てて、改めてワンダースリー事件を語ってきたけど、トラブルの中心となった手塚治虫さんは、盗作に対する怒りも相まって、無関係な人々を巻き込み、業界に多くの敵を作ってしまったわ。明らかに暴走状態だったよな。ワンダースリー事件以後の手塚さんは、修羅の道を歩むこととなるのだけど、手塚さんの移籍騒動によって、瀕死の致命傷を負った少年マガジンは、アンチ手塚路線を掲げて、起死回生を狙い、劇画漫画を推奨して、漫画界に新たな旋風を巻き起こし、漫画界の覇者へと成長を遂げるわ。結果、手塚漫画は時代遅れの表現となり、長期にわたって人気が低迷。おまけにアニメ制作現場では、気に食わなければ直前でも内容を差し替えるなど、手塚さんの金銭感覚は皆無だったこともあり、アニメの制作費が膨らみ、莫大な借金を抱え、虫プロダクションは倒産、手塚さん自身も自宅を売却するなど、借金返済に追われながらも漫画連載を続け、ブラックジャックのヒットまで、苦難の道が続くことになるわ。破産するまで金遣いの荒さが止まらないなんて、ギャンブル中毒者みたいだな。この頃の手塚治虫さんの精神状態は、正常であったとは思えないわね。ちなみに宮越義勝さんが自らの反省を語った、1982年のインタビュー記事なんかも読んでみると、宮越さんが弟子入りした時代は、手塚さんは超売れっ子作家だったそうで、一日の睡眠は1時間しか寝ていなかったと、手塚伝説を語っていたわ。こんな生活だと頭おかしくなるだろ。また、宮越さんが独立の経緯について尋ねられた際は、そろそろみんな、独立したら、という感じになって。って、簡素かつ曖昧に答えていて、当然、手塚さんとのトラブルの件については何も語っていなかったわ。経緯を知っている上でこれを読むと、いろいろと考えさせられるわね。なんだかんだ言っても、手塚さんによって漫画家の道を切り開いてもらったわけだから、怒鳴り込んでトラブルになったなんて、恥ずかしくて話せないよな。なお、事件の当事者である手塚さんは、1989年に亡くなっていて、宮越義勝さんは2005年に、そして、スパイを疑われた SF 作家の豊田有恒さんは、2023年11月に亡くなられており、関係者はどんどんいなくなっているので、真相はわかることはないでしょうね。真実は神のみぞ知る、ってことか。てなわけで、新説ワンダースリー事件について取り上げてみました。コメントや、高評価をもらえると励みになるぜ。それでは、バイバイ。